一個ね、考えてることがあるんですけど、インスタのアカウントをもう一個新しく作ろうかなって思ってるんですよ。そう。もともとインスタは僕ずっとやってるんですけど、もう10年前くらいにね、作ったアカウントで、そこで更新もちょくちょくしてるんですよ。ストーリーなんかももうほとんど毎日上げてるし。そう。で、実はこの動画にも、概要欄にもね、リンク貼ってあるんですけど、っていうか全部の動画に貼ってあるんですけど、リンクね。一向にフォロワー増えませんけどね。それはいいんですけど、そう、ただもう10年前からアカウントをね、同じアカウントでやってるんで、筋トレ関係ない人たちもいるわけですよ。いや、そこで急になんかこいつ筋トレばっかしてんなって、もう今更だけどね。もうここ2、3年ずっとそんな感じだから。そう。だから別にそれはいいんですけど、やっぱり僕ね、筋トレに関して、筋トレだけじゃなくて、いわゆるボディメイキング全般ですよ。ダイエットだったりとかもそうだし、去年ね、ベストボディジャパンっていう大会に出て、それに向けてね、減量、一般の方たちに言ったらダイエットに通ずる、そういう経験もしたわけで、15、6キロを半年で落としたわけですよね。そう、だから、やっぱりいっぱい出したい情報っていうのはたくさん持ってて、だけどこの YouTube チャンネルだと週2回なんですよ、配信が。で、1回土曜日にこの筋トレ動画でこういう感じで喋ってるラジオ感覚の動画出してて、で日曜日にルーティン動画を出してて、でルーティン動画はそんなにその知識っていうか、そういう情報を発信する場じゃないかったりするわけですよ。ちょくちょく話してたりはしますけど。で、情報発信メインってなってくると、このラジオ番組みたいな感じになってくるわけですけど、それだけだとね、どうしてもやっぱり出したい情報っていうのが、出せる量が少ないわけですよ。週1回だからね。そう、だからもうちょっと、ね、しかも YouTube って、もう見る人にとっても、やっぱりこれ10分くらいの動画なわけじゃないですか。この動画だと8分ちょっとですけど、その8分ちょっとをずっと見なきゃいけないと。で、しかも音声ありで見ないとわからないと。ってなってくると、そう、ちょっと限定的じゃないですか、やっぱり。10分、1日の中での10分のまとまった時間を、なんていうの、まとまった時間を、この動画、音を聞きながら動画を見るっていう時間を作らなければ情報を得られない。わけじゃないですか。でもインスタグラムって、音なしでも、ただ文字とかにしちゃえば、音なしで音出せない状況だったとしても、得たい情報を得られると。そういうメリットがあるなと思うわけですよ。で、やっぱり出したい情報っていうのもたくさんあるわけだから、インスタグラムで文章ってね、インスタって写真を多分7、8枚一つの投稿で入れられると思うんですけど、そこにいわゆる文字あるじゃないですか。そういう、なんか、あの、そういう、そういうアカウント。別に筋トレ系に限った話じゃなくて、なんか情報系の、あるじゃないですか。そうだ、そういう感じで、読み物みたいな感じで出していきたいなって思ったんですよ。ただ、需要と供給っていう話で、それをやったとして、それを、求めてる人がそもそもいるのかっていうね、っていうところもあるので、ちょっとね、皆さんに聞きたいんですよ。そういうアカウントを僕が作ったとして、フォローして見たいと、っていう、もし方いたら、この動画で、高評価ボタンなりコメントなりをいただきたいなと思うんですよ。で、いつもの動画よりも、そこのリアクションの数が多ければ、ちょっとそのアカウントを作るっていうことで動いていこうかな、動いていこうかなっていうか、もう動いてるんですけど、実は。ただアカウントポンって作っておしまいっていうふうに僕はしようと思ってなくて、ちゃんともうストックいくつか用意した状態で動き始めようって思ってるんで、もう実は、もういくつか作り始めてるんですけど、そう、だからちょっとそこを
まあ、作り始めてるけど、あまりにもなんか興味ない人ばっかだったら意味ねえなと思ってるんで、そうだ、その例えばどういう内容をやるかっていうと、例えば、まあ、トレーニング系だったりとかね、うん、腕を太くするトレーニング5選みたいなとか、まあ、背中トレ5選みたいなとか、胸をバチバチに効かせるトレーニング5選、トレーニング系だったらねとか、まあ、ダイエットにおすすめの料理5選とか、そもそもダイエットってどうやってやるのとか、うん、なんかそういう感じで出していきたいな。で、筋トレをするメリットとか、うん、そういうことを出していきたいなと、もうボディメイキング全般に関してね、出していきたいなと思ってて、そうっていうアカウントを別で、今のアカウントとは別で作ってみようかなって思ってるんですよ。うん、そうだ、そもそもそれ興味ある人いるのかなっていうことをちょっとアンケート取りたいなっていう、すいません僕ごとで申し訳ないんですけど、そう、ただ、まあ、そもそも僕がこうやって YouTube で発信を始めようって思った理由っていうのが、まあ、僕なんかよりももう影響力たくさん持ってる筋トレ系というかボディメイキング系のインフルエンサーの方ってたくさんいるんですけど、もうそういう人たちってやっぱすごすぎて、まあ、男性に限った話ですけどね、男性に限った話だと、もうその人たちがすごすぎてというか、なんかもう雲の上の存在すぎて、まあ、言ってること分かんだけど、そこまでもう慣れる気がしねえよみたいな、なんかそういう感じがしちゃうのかなと。よりもなんか僕みたいな、もう本当に一般人ですよ僕なんか。だってね、筋トレ大好きサービス業界で働くサラリーマンの日常っていうルーティン動画をメインに出してるわけですから、普段はサラリーマンとして働いてるわけで、本当にもう一般人、そこら辺にいる一般人なんで、そんな僕でもこういうことやってこういう体にはなれるんだよっていう方が、なんか言い方悪いかもしれないけど、庶民受けするのかなっていう、一般受けをするのかなっていうね、そう、そういうのがあるんで、じゃあそれで、ね、僕という人間を通して一人でも多くの人がボディメイキングっていうことに興味を持ってくれたらいいなと、まあ、いわゆる使命ってことですよね。命を使う僕が生きてる意味というか、生きてる価値っていうところがそこに生まれてくるのかなっていうので始めたんですよね。そうなので、まあ、せっかく僕がこうやって筋トレやってるんだったら、どうせだったら誰かの役に立ってた方がいいなっていう思いで始めたっていうのがあるんで、だもうちょっとね、頻度高く、お役に立つことができればなっていうのがあるので、ちょっとアンケートっていうことでご協力いただければなって思いますし、まあ、あるいはもうこういうことを聞きたいなと、こういうことを知りたいなっていうことがあればコメントいただければと思います。